空。行列がすごくて、1時間くらいかかりました。スターラックス航空のラウンジを見てみたいんですよね。出国したら左に行ってもらえると発見できると思います。こちらがスターラックス航空のラウンジです。座席まで案内してくれますよ。食事を取りに来ました。サラダがありますね。スタッフの方が注文を聞きに来てくれます。台湾風ブレイクファスト、ハンバーガー、日本式ラーメン。ハンバーガーにしました。ホットミールはウィンナーとゆで卵。トリュフご飯とペンネ。ケーキはプリンとチーズケーキとあと一つありました。フライドポテトもいただきます。白いソースはトリュフソース。飲み物はいろいろありますが、ポカリスエットも惹かれますが、人参ジュースにします。お酒は詳しくないのですが、こんな感じで揃っていました。朝ごはんをいただきます。ケーキは2種類。チーズケーキとイチジクみたいな果物が乗っているケーキ。ご飯はまずはフライドポテト。ポテトは少し甘い風味がしますね。トリュフソースの塩っ気がちょうどいい感じ。人参ジュースでインターバル。粗挽きな野菜たちがゴロゴロ入っています。ハンバーガーも到着しました。ナイフとフォークで。上手に切れる自信がありません。手でいただきます。玉ねぎがシャキシャキ。チーズが濃厚で。黒糖パンみたいな色のバンズはふんわりしています。朝ごはん向きのヘルシーなハンバーガーです。ファーストクラスじゃなくてビジネスクラスで、料理の注文を聞いて、持ってきてもらえるってすごい。こっちが取りに行くスタイルは、どこの航空会社も結構やってるんですけどね。なんか画角がおかしいと思っていたら、ワイドじゃなくて、ワイドよりさらに広いスーパービューでした。ケーキは2個ともいただいたのですが、チーズケーキがバターの風味が濃厚で美味しい。今10人くらいこのラウンジにいるのですが、私以外の9人が親戚みたいで、めちゃくちゃ楽しそうにしています。この場違いな感じが、何とも言えないです。人がいなくなったので、ラウンジ取らせてもらいました。一応これで全部の座席なので、50席ぐらいですかね。ありがとうございました。内装はおしゃれで、食事も美味しいラウンジでした。チャイナエアラインやエバー航空のラウンジと比べてですが、トイレもシャワーもラウンジ内にはないので、おそらくこれから、設備を拡充する予定なのではと思います。飛行機の数が増えていくと、どんな風に広くなっていくのか楽しみです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もし動画が面白ければ、チャンネル登録、お願いいたします。